はい、どうもピクスヨスです。今回はですね、2024年6月28日に発売された天竜浜名湖鉄道の TH2100 型うなぴっぴ号の方を紹介したいと思います。こちらのモデルはメーカー希望小売価格税込み 1230 円となっておりますね。まあ、以前ね、ゆるキャンラッピング、まあ、こちらですけどもね、こちらのモデルも紹介したことがありますけども、同じくね、天浜線で使われている TH2100 型機動車でして、2022年9月23日より天竜浜名湖鉄道で運行されている2代目うなぴっぴ号を再現したモデルですね。このようになっておりますね。この音町の名は2019年7月27日より運行してまして、このデザインは2代目としてと、まあ、説明がありますね。こんな感じですね。まあ、今回もなんかこういったところにおたまんぼうとかがね、再現されておりますね。開けていきましょう。まあ、こちらの列車は先ほど説明した通り、2022年9月23日より運行されている2代目うなぴっぴ号。まあ、2代目というか、リニューアルという感じですかね。TH2114 号車にラッピングされておりまして、専用のヘッドマークを掲げて運行されておりますね。で、この音町うなというキャラクターなんですけども、ちょっとね、あんまりボーカロイドとか詳しくないんで間違ってたら申し訳ないんですが、MTK が企画するボーカロイドソフト及びキャラクターでして、まあ、この音町うなの声優さんはですね、田中愛美さんが担当されておりますね。音町うなは11歳の女の子で、頭にはうなぎをかたどったおたまんぼうという帽子をかぶっておりますね。で、この音町うなが浜松市のバーチャルアイドルとして活動しておりまして、まあ、そういった関係でコラボラッピングがされたようですね。車体全体にこの音町うなちゃんのラッピングがされておりまして、なかなか可愛らしい列車となっておりますね。前回ゆるキャンラッピングの列車を紹介した時に、音町うなちゃんのやつも出たら嬉しいななんて言ったかもしれないですけどもね、実際に出ましたね。ちなみに初代うなぴっぴ号は先ほどね、ちょっと書いてあったんですけどね、2019年7月27日から運行されておりまして、2022年9月14日まで運行されていたようです。で、初代の方はね、実際以前乗ったことがありまして、一般公募で応募されたイラストが車内にね、掲載されてたり、掲載って貼られてたりしましたね。では見ていきましょうか。フロントこのようになってますね。本来ここにヘッドマークがつくんでね、このラッピングが見にくいかと思いますけども、このようになっておりますね。連結器このような感じですね。一応くっつくのかな。側面このようになってますね。こちらとね、デザインは多分共通ですかね。そうですね。まあ、いろんな可愛らしいね、うなちゃんのラッピングイラストが入っておりますね。あと、おたまんぼうも入ってますね。実写こんな感じですね。まあ、足回りというか、台車の周りはこんな感じですね。反対側もこんな感じですね。まあ、共通デザインですね。で、ここに TH2114 ですかね。そのような表記が入っております。車番ですね。で、ルーフこんな感じですね。基本この辺はね、同じ金型だと思ってね、一緒ですね。で、ここに、MTK とありますね。連結できるんですかね、これ。一応連結できるみたいですね。まあ、ほぼ連結してる状態でね、使用することはないかと思いますけど、たまーに運行してるみたいですけどね。まあ、今回はこんな感じとなっておりますね。2024年6月30日よね、このゆるキャンラッピングもね、今これもう運行終了してしまったんですけども、新しくね、ゆるキャンラッピング列車、シーズン3バージョンがね、運行が開始されたので、ね、もしかするとその仕様もね、モデル化されるかもしれないですね。しかもシーズン3の方はね、天浜線なのに大鉄のね、ティザービジュアルが使用されてるというね、なんだかなという感じですけども。このうなぴっぴ号の方もね、とりあえずレイアウトとかで走らせてみたいと思います。